はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、シンセサイダー V。これが、バージョン1.11.0のベータ1という、まだベータなんですけれども、公開されて、とってもすごい機能がついたので、今日は動画を撮っています。とってもすごい機能というのは、もう皆さんも情報はあると思うんですけれども、シンセサイダー V が ARA2 という企画に対応して DAW とシームレスに通信ができるようになりましたこれにより一番の目玉というのは自分が歌ったボーカルそういう素材がありましたらそれを一気にシンセサイダー V のデータに変換できるという優れた機能ですまたそれ以外にも シンセサイダー V と DAW が完全に ARA2 で連携しているのでテンポマップなどを変更した時にもスタジオ i o n e のテンポマップをそのまま反映するということでこれも今まで途中でテンポが変わるというような時にとっても手間のかかる設定だったものが DAW で変更するというだけで シンセサイダー V と連動して動くということでこれもものすごく時短になる今回のアップデートというのはもう今まで順々に上がってきていたシンセサイダー V を大きく変えるぐらいのアップデートになっていますがそれがなんと無料でアップデートしてくれたということです今日はお友達の亀岡敏之さんの 音楽データを使わせていただいて、そして検証をしていきたいと思います。まあ、あどんな楽曲か一部分だけ聴いていただきます。空を仰いだら星が光る 夜空にあふれる星屑たち俺たちの想い運んで光として登り始めるよこんな感じの音楽ですこれをシンセサイダー V の歌声に変えてしまおうということです その方法というのは今までと違ってシンセサイダー V の ARA バージョンというのはインストゥルメントではなくってエフェクトの仲間になりますですからスタジオ1の場合でもエフェクトタブを押しましてそしてドリームトニックの方に行きます今日は極電対をすると僕のパソコンも配信用パソコンはちょっと非力なんで 部分を区切っっててだけやってみたいいと思います。じゃあこれを先頭のこの2節分ここにドラッグアンドドロップしますこの方法はスタジオワンではイベント FX と呼んでいますけれどもこの部分にだけ FX が効くということになりますトラックにかけるというよりもリージョンにかけるという感じですねじゃあ これでお話を進めたいと思います。もうお気づきと思いますが、ここに何やらグレー色のリージョンができました。これですね。これを右クリックしますと、こういうメニューが出てきますので、このオーディオノートを変換というふうにします。そうすると、このような画面が出てきます。ピッチの補正をするのか、そして歌詞も分析するのか、 抽出したピッチをノートに反映するのか、まあ、こういういボタンがあります。これは皆さんもいろいろやってみてどれが一番いいかというのはテストしていただいたらいいんですけれども今のところは3つともチェック入れてそして分析をしたいと思います。 はじめはここオートという風になっていることも多いと思うんですけれども、まあ、今回は日本語にしておきますそして確定を押しますしばらく時間がかかります一曲全体ならもっと時間がかかるかもわかりませんはいできましたねちょっと上のトラックがありますので下のエリアを広げておくというのも重要になると思いますしもしくは 全体表示するのには Studio の場合でしたらここですねこれで全体表示にするようにして今僕のパソコンではマルチモニターの違うところに今行ってるんですけど引っ張ってきますこのようにウィンドウモードのようにちゃんとしてですねそして広げるというふうにするといいかもわかりません なるべく大きくしている方が見やすいですよね。そして今パラメータも2つ出ていますが1つにしましょう。本題の話です。このように音程とそしてなおかつ歌詞までここに読み込みました。この歌詞を読み込むのが案外よくできています。 案外よくできてるって言い方失礼かもわからないぐらいもう革命と言っていいほどですよね。これ今までですね、歌詞を入れようと思ったらもちろん一括して流し込みというのはできるんですがちょっと一つぐらいずれたりするとですね、それをまた動かすのとかが大変だったんですがもう一気にですね、ここに読み込まれます。 じゃあどんなふうになったか聞いてもらいましょう基本的には再生は DAW の方でやっていきます DAW の方を前奏のところは聞きたくなかったらこっからもうスタートすればいいわけですはい「<noise> ってこういうふうになったらですねボーカルの 歌声が設定されてないといとうことです。こんな風になった方はここを見てくださいまずは男の人の声ですから「量でやってみましょうじゃあもう一度いは,はい1箇所だけ間違えましたね 間違ったというか、分析が甘かったというか、もう一度見てみましょう。二節目です。はい。アフラーになってる。これを例です。ここを編集すればいいわけです。でも、日本語ですよね。日本語ってなかなか解析しにくいわけですけれども、これがこのように解析できるわけです。 はいいいですね楽ですねですからこれを女性の声にやってみましょうっでやってみますそうするとここで女性の声になるということです空を仰いながら ここからあとどうなるか俺たちの想いはい男の声というか元の声になりましたねいわゆるこのリージョンの部分にだけかかってるということですちょっと歯切れが悪く聞こえたと思います女性の声らしくない部分もあったと思いますそれは 今までと同様です。ボーカルスタイルなどを変えるとよりはっきりした声になったりします。ちょっとチェストを上げてみて、エアリーも上げてみたいと思います。オープンも上げましょう。こんな感じでもう一回やってみます。 はいまだちょっとなんとなく低い声というような感じですよねこういう時はジェンダーを女性っぽく左の方へ持ってきますトーンシフトでちょっと上げますテンションももうちょっと上げますこれでどうなったでしょう 先ほどよりりめの音にはなりました。でもなかなか男性性ののの声声を女でで歌わすすって難しいですよね。例えばオクターブを上げるという方法もあるんですが僕が長い時間使っていませんがオクターブで上げすぎるとですねそういうわけにはいかないんですよ。U でちょっと鳴らしてみましょう。これはちょっとまた不自然になります。 これでジェンダーを戻してみましょうはいこの辺ちょっと難しいですがでも今回はまだマシでした 今日僕は亀岡さんにこの音源を預かって皆さんと一緒にテストもしないまま実験をしています先日女性の声を男性の声にした時もこれと同じようなことが起きまして難しかったんですが今男性の声を女性にした時にちょっとさえ手を加えればまずまずに歌うようになるそんな感じがしますそしてここうういうことがでできますので こちら、まだやってない2節がありますよねこれにも入れてみましょうそしてもう一度分析をします「のい」 じゃあこれ、もう少しジェンダーをこちらに振っておきます。すると、こんな感じです。この音を調整するということは、 皆さんの方でもいろいろ研究していただいて僕もまだ触ったばかりですのでこの部分はまたもうちょっと研究をしたいと思いますそして下を見ていただいたらわかるようにすごくピッチベンドを動かして捉えてますよね人間の音程変化をなるべく正確に取ろうというふうな形でこのようになってるんだと思います これを例えばほぼなくするというふうにしてみます。はい、まっすぐですね。これだったらどうでしょう。はい、すごく棒読みというか味のない歌になったと思います。 この辺のところはいろいろ皆さんもやってみてくださいはいそれでは次にもう一つ便利な使い方をお話ししたいと思いますそれはこのようにシンセサイダー V の歌声に変わったこの MIDI のフレーズというかメロディこれがそのまま簡単に MIDI になるということですどういうことかというとこのように 下に持ってくる。これはサックスを入れてあるインストゥルメントトラックなんですけれどもこんな形ですぐにミディに変換することができますですからここミュートしておきますねじゃあこれで鳴らしてみましょういはい今歌と両方鳴ってしまいましたよねミュートしてあるのに鳴る スタジオワンではこういう時にここをチェックしないとダメですいわゆるアウトプットが出ていたわけですこれでもう一度はいまだ音程をきっちり直したりチェックしてませんでしたので少しおかしかったかもわかりませんがじゃあオクターブを上げましたのでこれで聴いてみましょう こんなような形で楽器にも応用できるというこ,とですこうすれば皆さんも想像はついたと思うんですけれども皆さんが鼻歌とかラララとかでですねラララララララーこんな感じに歌えばイントロにしたりとかいうことが簡単にできるわけです。 通常はメロダインを持っていたらそのようなことはできるわけですけれどもメロダインを買っていない人スタジオ1の場合は最初からついてるんですけれどもない人はですねこのような形で MIDI に簡単に変換できるこの機能も使いこなしてみたいものですじゃあ今度はもう一つの機能をお話しします例えば ここでこうやってこれが出来上がったと仮定しますそうしますとこれを一旦名前を付けて保存という風にします今回はダウンロードホルダーに入れておきますまあ適当な名前でやっておきます99999 99とかいう風にしておきます今度はこのように ARA がある中で今までと同じように インストゥルメントにあるシンセサイダー V の通常のプラグインこれをこちらに新たに入れます今度はこういう風になりましたここに今のデータを読み込みましょうはいこの 9999SVP これを開きますこのようにここにデータがあります20小節あたりまで分析をしましたので こちらも20小節ぐらいですね、あるわけですけれども、データはちゃんと来ています。ですから、もうこのトラックをミュートにしておいて、これで鳴らすと音が鳴ります。今は先になっていますけれども、ちょっと変えたいと思います。量に戻します。 はい、こんな時に ARA の良さというのをちょっと体感していただきます例えばここにテンポマップこれを出しますそうしましたら今127で動いているわけですでもここから急に速くしたいと思ったらここでプラスの点を打ちましてそしてここをそうですね140このように 速さを上げます。そして120まで落としましょうそうするとこちらの方にもテンポが自動的に変わるんですここ見てください140という数字が入っていますそしてここ17小節の2拍目ですね2拍目のところからこのように120に変わっているわけです ですから、これで鳴らしますと、こんな風になります。ちょっと、OK をミュートしておきましょう。うはい、こんな風にですね、テンポマップに自動的に追従するわけです。これが今まででしたら、 まったく細かくですね DAW 側を変えるとシンセサイダー V もいちいちですね変えないといけなかったわけですけれどもこれが連動するようになりましたとってもよくできていますねこんな感じでまだ今ベータバージョンなんですけれどもこうやって1.11.0の機能をベータバージョンとして使うことができるようになっていますでも どううししたらでできるんでしょうかここ一番本当は皆さんが知りたいところなんですねシンセサイダー V の方では通常皆さんはこのようにしてアップデートが来ていないかなと見るんですけれども多分今日現代は来ていないと思うんですねそして僕のように 1.11.0B1 こんな風にはならないです これはどのようにダウンロードをすればいいかと言いましたらまた概要欄の方には貼っておきますけれどもドリームトニック社のダウンロードサイトというのがあるんですこのダウンロードサイトの日本語そこの中にシンセサイダー V スタジオベータバージョンというのがあるんですこれを開くとこのように1.11.0 B1 というのがありまして、これを開くと Windows 用や Mac 用種類がありましてそして SVStudio Pro Setup EXE これが Windows 用ですそしてその下ですね一番下になりますけれどもこれが Mac 用そしてその上が Linux 用ですそして ベーシックのユーダーさんにも今説明した全機能が使えるわけではないですけれども上側にベーシックというのがここにありますのでこれらをダウンロードすると 1.11.0b1 これが使えるようになりますし歌声データベースこちらの方で最新版はベータ版歌声データベースというのがありますので 1.11.0B1 に対応したこういう歌声がありますもちろんこれ以外ででも歌うんですけれどもこれが最新ですので「リッカや「カリンといったようなものとか4つの歌声はここにアップロードされていますそれ以外にここの中でアップデートが来ているものがありましたらそれもアップデートをしておいてください これでダウンロードして通常のようにインストールをすればベータ1を試してみることができますまあ近いうちに正式バージョンというのが出てくると思いますけれどもまあそれまで待つもよしいや最新機能を一度使ってみたいなと思う人はこのようにしてダウンロードしてみてください概要欄を見てくださいそれでは、 今日は僕もそんなに詳しくはまだできていないですけれども自分が分かっているところそれをまとめて皆さんにご報告させていただきました。